です。女川潮騒太鼓轟会は地域文化の創造と地域活性化を目的に平成4年に公民館事業として行われた太鼓講座をきっかけに平成5年10月に結成されました。女川みなと祭りや女川水産祭りなど地元はもとより東北太鼓フェスティバルなどにも出演し、東北お囃子競技大会でも準優勝や特別賞などを受賞されています。それでは女川潮騒太鼓轟会の皆さんです。Thank you.
皆さんこんにちは。女川潮騒太鼓轟会です。今日は暑い中こんなにたくさん集まっていただきましてありがとうございます。いよいよ女川湊祭りが始まります。今日はねこんなに暑い中ですけれども、時々海から涼しい風が吹いてきてお祭りの成功を後押ししてくれるような気持ちで今演奏しました。私たちも結成から今年30年目を迎えました。祭りも去年から再開されて2回目です。心を込めて今躍動という曲を演奏しました。最後にもう1曲街道という曲を演奏したいと思います。精一杯演奏しますのでどうぞお聴きください。